ちゃ、こんにちは。ゆたかさん、一夜明けてもこの話題です。あですよね。ですよね、じゃないんだ。昨日のです。まあ、昨日の DeNA と阪神、はい、9回1点を追う、阪神が1点を追う重要の場面で、はい、まあ、一塁代走に熊谷選手が出てきました。はい、で、盗塁をしました。はい、そこで、山本捕手が投げた、うん、そのセカンドへの 送球を、京田選手が取りに行った際、ちょっとハーフバウンドになったんだよね。そうですね、はい、その際に左足がベースを隠すような感じになった。そうです、あぐらをかくような感じで横倒しになってベースを隠す形になって、はい、熊谷選手がそこに足を突っ込めず、はい、最初はセーフの判定だったんですよね、うん、はい、あれは足のタッチの方が早いということで、はい、そこでベイスターズ側は一応リクエストをした、はい、アウトなんじゃないか、タッチの方が早いんじゃないか、そこで一回審判団は協議に入ったと、はい、で長い競技の末に出てきて審判の方がアナウンスした答えがアウトかセーフかというよりも、はい、走塁妨害ではなかったので、はい、あれはアウトとしますという説明だった、はいはい、それに対して岡田監督は結局リクエストへの抗議ではなかったんですけど、はい、聞こえなかったからもう一回説明してというふうなことになったと。まあ結局はあれは、まあ、走塁妨害ではないし故意ではないので熊谷選手の足が入ってなかったと先にということでアウトになる。そこでいろんな議論が今すごいことになってるともう終わっちゃってもダメだ。でこれはもう私も昨日から豊さんにめちゃくちゃ聞きたいと思ってました。これ実はルール上野球規則の 2.51 の中では一応走塁妨害には当たらないと、はい、いうことになってます。その、はい、まあ、ボールを処理する形がね、行為が自然であるし、はい、行為ではないということだよね。そういうことです、はい、そういうことです。ただあれが、まあ、審判団その日の夜に記者の方に話しているのはあれは精一杯のプレーだったと、京田選手の、まあ、もちろん、はい、行為ではない、はい、精一杯のプレーの中であれをなったので走塁妨害にはしないと、当たらないということだよね。豊さんは見ていてどのように思いましたか？俺も走ってきた人間じゃない、はい、ね、ああいうケースっていうのは、うん、いっぱい走ってきた中で、まあ、多々あるんだよね、はい、走塁妨害だろって言う、いや言いたくなるよ、だから足入らないぞって。そうですよね、うん、だからそれは、うん、ね、タイミングで取ってくれないと、はい、それはベースがないものをタッチできないだろうっていうのは、うん、走者としてはそうなんだよ。ただ俺もセカンドやったりとかショートやったりとかしてああいうプレーに関与する時が多かったから、うん、あれはしょうがないよって、 あんな恋でやるかよ、まあ、足削られんのにとか、まあはいはい、まあ、そういうのは思うんだ。なんか複雑なんだよ俺は。そうですね、すごくどっちの立場も、うん、ただ、うん、俺が思うのはあの審判の人の判定というのは正しいと思うよ俺は。やっぱり強打のあの取り方とか見てるとあれはね不自然なところは一切ないし、やっぱボールを止めるのに必死だったんだよ。だからたまたまそこに足が入っただけで、そこに熊谷の足が入ってきた、それをブロックするような形にはなったんだけど、あれは強打のせいではなくて、あのねリクエストはアウトかセーフかでいい、いやアウトって言っとけば岡田監督もアウトかみたいなことだと思うよ。ただ映像は見てるけどね、映像は見てるから、ね、いや守備妨害じゃないのか走塁妨害じゃないのかっていう主張はでもできないんだよ。ただ、はい、やっぱ論点が違うんだよ、はい、アウトかセーフかの前に、うん、走塁妨害ではないというようなコメントをつけたからそうなんです。いやいやそうじゃないだろうと、うん、そこ論点だったらあれは足をどうやってじゃあ入れるんだっていうようなことだったと思うよ、はい、まあ、それとタッチも不正確なんだよね。あ、そうですね、うん、見えづらかったですね。だから映像が流れるから俺も何回も昨日見たけど、はい、タッチという行為というものが不正確なんだよ、はい、だからそこら辺での岡田監督の俺は抗議だったと思うよ。やっぱ、うん、あのその走塁妨害も含めてね、うん、だから非常に難しい問題だよね。ただショートで豊さんがあの京田選手の立場であればもうああいうふうな形で足左足ああやって入っていくものなんだ。いやもうあれね、あれはねやっぱね抜けないいやいや倒れ込みながらまたボールもさ微妙にハーフバウンドで、うん、やっぱね京田のやっぱ優れてるところっていうのは前で取りに行かなかったんだよ。前で取りに行ったらもう体がなくなっちゃうから、うん、タッチに行けないんだよ。だから後ろで取っといてタッチしようとしたんだよね、はい、だからこれは京田の優れたプレー能力だと思うんだけども、うん、
でもそれがなんていうの、タッチできてない。だからここで取ると、はい、足は絶対抜けないよ。もう曲がっちゃってるから。左足そうですよね。確かに、うん。だからそれがたまたまベースの前にあったということなんだよね。ただあのコリジョンプレーって本塁だけにしか適用されてないじゃないですか。うんうん、であればセカンドベース、サードベース、ファーストベースにコリジョンルールを適用しないと、あれがもし本塁で起きた場合は完全に走塁妨害には当たる。まあ当たるよね。ですよね。そうすると、まあ、あれが本塁だったら、うん、まあ得点が認められるようなプレーで、そうですね。いや一角どんな場面でも開けなさいって。ですよね。故意、うん、だろうが故意じゃなかろうが、うん、危険を回避するためにね。だとするとそのコリジョンルール、本塁でのコリジョンルールとの整合性がそのルール上、うん、抜け道というか、うん、できなくなってしまうっていうのも今回の一件でそのルール、うん、まあそうだね、はい、ただやっぱそこら辺はさ、審判にそのジャッジは委ねて試合を行ってるわけだから、うん、はい、それはもうしょうがないよね。そうなんですよ、ね、だから審判の味方だからさ、うん、もし他の審判であればあれを走塁妨害とみなしますっていう審判がいてもおかしくはないってことですよね。で見なすこともある。そしたら DeNA 側もおそらく、いやあれは自然なプレーでああいう風になったのに妨害と取るのはおかしいって、どっちみち抗議になってる話だよ。そうですよね、うん、ってことはもうちょっと何かルール上明らかにすべきだったり、あとタオさんが YouTube で昨日おっしゃってたのが、故意だろうがもう故意じゃなかろうが、じゃああの強打選手の足がなかったとして、どっちがタッチが早かったか足が早かったかで審判は判断すればいいんじゃないかっていう自分の考え。いやだから最初のジャッジは俺はそうだったと思う。だから足があるから足が入らない、うん、でその後足が入った、うん、タッチプレーも不正確っていうふうに見てたんじゃないの。だからセーフにしたんじゃないの。あ、だけどそんなこと言ったってさ、審判に任せてるわけだから、うん、もうこれはしょうがない。ただ岡田監督のあの執念っていうのは、うん、俺はすごく素敵に思ったな。私も思いました。引き下がらないっていう、やっぱね暑さだよ。やっぱ指揮官っていうのは、うん、あのぐらいの暑さがないとやっぱり、ね、優勝争いのチームを率いていけないっていうふうに思ったな。そうですね、うん、だからその抗議本当はしちゃいけないんだろうけども、うん、それでも聞こえないということで、そうですそうです、言ってどういうことかという説明を受けて、うん、それに対しての納得いかないという、まあ、抗議、これはねやっぱこうプロ野球として、はい、まあ、あるべき行為だと思うし、しかも昨日あの1点を追う9回だったので、うん、やっぱり熱くなるというか、うん、選手への鼓舞のっていう意味でも、いやもうそれはもちろんもう当然な行為だしさ、うん、まあだから久しぶりに監督の抗議っていうのを見たけど、退場になるかと思いました。いや退場にされてもいい覚悟だと思うよ。ただね、まあ、中畑監督のヘッドコーチで中畑監督を止めなきゃいけない。でもやっぱり審判が言うんだよ、もう5分経ちますもう退場になりますよって、うん、いや退場とか退場にならないとか言うよりも、うん、いやこれを正当化させる、で俺を納得させる意見を一度言ってくれっていうことなんだよ、はい、退場になりますよ監督、退場になりますよっていやいや退場覚悟でもう言ってるから監督って、どの監督も抗議に行くときっていうのはね、うん、だからまあなんていうの、退場云々というのは関係ないけども、はい、やっぱなんか頼もしく見えたね、うん、その行為が正しい行為なのか正しくない行為なのかは別問題として、やっぱああいう仕事に対して一球に対して一つの走塁に対してやっぱそういうふうな熱さっていうのをファンに伝えられるっていうのは、あこの監督を推していこうとか応援していこうっていう気にはなるよね。しかもここからねすごい重要な試合になっていく分で、怪我人が出ている分、うん、よりチームが一つになる、まあ抗議というか、まあそうだね、姿勢でしたよね。で、うん、あのその試合後審判の方も記者に話しているのは、あれは抗議ではなかったですと、うん、で時間も5分以内だったので退場にはしなかったと。結構ファンの間でもそのリクエストへの判定の抗議はしちゃいけないじゃないかと言われてましたけど、その抗議で来たんじゃなくて説明が聞こえなかったから、うん、教えてっていうので来たので、あれは抗議とは認めませんでしたと。でも岡田監督の顔は怒ってる、完全な抗議だったんだけど、でもやっぱり審判の方がね、はい、そうやってジャッジを下して、はい、まあ、岡田監督を納得させて、まあ、記者を囲んで、はい、そういうふうに岡田監督を守るようなコメントを出してるっていうのはやっぱ素敵な話だな。そうですね、うん、ね、お互いにしこりの残らないようにっていうことだと思うんですけど、ね、そうだね、ただあれは5分以上経ってたからね
俺は測ってたけど、ああ監督ちょうどプロ野球ニュースだったから、はい、おおもう退場時間過ぎたぞみたいな、まあ、そういう感じで見てたけど、そうか、まあ多分大変、5分以上は経ってた、まあ、そこは審判気使ってどこからね、大体平田ヘッドが出てきた時にやっぱ5分目安で出てくるから、あそう測ってるんですね、測ってるんだ、だから早く監督をって言うけど、監督はこう平田を押しのけられたからね審判に、いやだから5分が経ってるんだよ、ね、まあだけど、まあ、双方意見あるよやっぱり、うん、俺は走ってる時はそれは守備あの走塁妨害だろうって、うん、こんなところね本当に足入れていったら強打の足、うん、削れちゃうんですね、大怪我するよっていうことも言えるしね、うん、はい、ただ守備者側からするとああいう1点差の時になんとか殺してやろうとか思うよ、うん、止めろっていう、ね、うん、だからただあの普通のボールだったらあんなところに足は絶対入らないはずだし、はい、入れちゃいけないっていうのはもう守備者側は分かってるし、はい、でも強打の必死なプレーが生んだまあ熊谷も一生懸命走ってね、うん、いいスタート切って、まあ、セーフのタイミングだったと思うけども、はい、走ってきて、そういう一生懸命さがぶつかってのことだから、これはもう審判に任すしかなかったな。そうですね、うん、で例えばじゃあ今回セカンドベースで起きましたけど、一塁牽制の場面でああいうことが起きた場合あるんだよ。え、あるんですか。え、どっち側だった。もちろん走者ですよね。バーッと戻ったらブーマーの足がベースほどの長さがあるんだそんなあるんですか。なんていうの、塞いでたんですか。塞いでた、ちょうどちょっとボールがそれて、はい、でブーマーの足にタッチしてて、行かないんだよ手が、うん、でアウトになって、それは抗議は行かなかったんですか。いや抗議も何もお前オールスターだもん。オールスターだったんです。それがレギュラーシーズンだったらどうしてました。いやどうなんだろうね、うん、まあそれはでもやっぱりボールがそれてるし、それを処理しようとした例えばブーマーがそこに足を入れるしかなかったプレーであれば、うん、もうこれはもうしょうがないだろうね。あ、そういう判断にはなるんですね、うん、だから今日だってやっぱ結構多いらしいな。そうですね、ああいうプレーが3回ぐらいは。でもそれも一つの技術なのかもわからないけども、昨日の場合だとすると、うん、やっぱあそこであの形しか処理はできなかっただろうね、うん、であそこに足があるしかなかったというふうには俺は思う。やっぱり必死さが生んだ、うん、もうやっぱ1点差でねしのぎを削る、まあ、阪神は優勝を狙う、それを追っかけてる DeNA、うん、だから必死さがぶつかった中のプレーだった。だからまあまあ阪神ファンの方は納得いかないけども、うん、そうです、まあ、DeNA の方はそうだよねっていうような話になるし、はい、これをさばいてるのが審判の方だから、うん、だから審判に委ねるしかない、うん、ただやっぱ納得いかない岡田監督が話を聞きに行って、まあ、ああいう姿になった。これがやっぱりプロ野球としての、まあ、面白さかなっていうふうには思ったけどね。だからその本塁でコリジョンルールが適用されたっていうことは、今後どの塁でもそういったコリジョンルール的なものができていく可能性っていうのはこの先難しいな、それはな、うん、それやるとなんかこうもうつまらなくなってくるよ、うん、ワンプレーワンプレー、ゲッツー崩しのスライディングもダメ、まっすぐ走りなさいって、はい、もうね四角四面のこう野球みたいな、うん、なんか柔軟性がないルールの中でやると、うん、なんかちょっとつまんないよね、うん、機械的でエキサイティングという意味でも、うん、だから人間的にやるんであれば、うん、やっぱり人間がさばき、ね、それはまあリクエストっていう機能も取り入れたけども、まあ、そこら辺は審判の判断に任せててもいいと思うよね。そうなんですね、うん、ただね、昨日熊谷選手も京田選手も怪我をしなくてまず良かったって、まあ、よかったよね。岡田監督も退場にならなくて良かったです。いや本当誰もそう傷、あ、まあ、その体的にも傷つかなくて良かったです。熊谷選手がやっぱり足を曲げてたんですよね、うん、直接行かずに。だからお互いに怪我もなかったのかなって。審判の方も大体ね4人いて、はい、3人の方は冷静なんだよ、うん、1人興奮の方がいるんだよ大体大体いるんだよ、はい、で余計なこと言うんだよ。
だ余計なことを言った瞬間に岡田監督の顔色が変わったから何かあったんですね。まあ余計なことっていうかそれも正しいことなんだけど言い方でカチンってくる時あるからね。そうです、人ってそうですよね。ただやっぱあと SNS でとかネットで言われてたのがじゃああれが妨害にならないと判断これからもされるんであれば、例えばショートの選手だったりとかがあえてあそこに足を入れていったりとかする行為で走塁妨害じゃなくてアウト、ベースをこう隠すような形でっていう選手が出てきてもるんじゃないかと、まあ、体を張って自分の足も昔はやったよ。やってました。昔はやったっていうかさ、はい、こうスライディングするじゃん、うん、そしたらねちょっと膝をポンと落とすんだよ。おお。だから入れとくんじゃなくて来た瞬間にポンと足を落とすんだよ。ああ、ブロックするんですねそこで。まあブロックっていうか、まあ、ベースがあって足が入ってくるやろ、はい、こうで膝でボンと落とすんだよ。そしたらスライディングが止まるから。止まりますよね。 あったんですね。いや、そういうことも技の一つにあるんだよ。ただ危険、今はやってないけどね、みんな。そうですよね、危険だし膝や靭帯やるから。そうですよね、だからそういうことはもう教える方もやらせないし、うん、俺らはそういうふうに教えられたから。あ、その昭和の時代ですよね。そうそうそう、もう古い昭和の時代ですよ。だけどそういうね、うん、まあ、そういうこともプロの技としてはあるけども、うん、昨日の場合からするとそういう計算されたことは全くなかったというね、うん、まあ、自然な行為だし、はい、まあ、もうまっすぐ滑って行ったしね、うんうん、だから、まあ、タイミングはセーフだったけどね、まあ、もったいない走塁になっちゃったよね。そうですね、うん、なんかまあ偶然に起きたことが重なって重なってああいうふうになってしまったっていう、まあ、そうだね、ことですよね、はい、まあまあ、まあリクエストもあるしね、はい、うん、それに、まあ、審判の方も丁寧すぎたな、うん、これで終わりみたいな感じだったんだけどさ、はい、あれを言ったばっかりにいやいや、じゃあ走塁妨害で抗議は成立しだすからさ。そうなんですよね、うん、だから、まあ、そこら辺はまあでも丁寧っていうのはいいことだけどね、本来は、うん、それか最初の例えばもう第一声目であれは走塁妨害としないためアウトですって言ってしまったのを、うん、例えばそのジャッジは足が入っていなくてタッチの方が先だったのであれは、セーフです、うん、さらに走塁妨害とは見なさずっていうのも後からくっつければ、うん、後から走塁妨害って入れなくてもよかったと思う。だって守備者側の方が優先権があるから。まあそうですね、そうでしょ、うん、だから丁寧すぎるんだよ先を読み。いや、そしたら岡田監督がちょっとリクエストするわって、うん、ね、いや守備妨害かそうじゃないかを見てくれって、アウトセーフっていうよりもっていうふうな、逆にそういうことは出せたと思うんだけどね。あ、そうなんですね、うん、だからまあちょっとしたね、うん、ボタンの掛け違いがこういう風になったけども、はい、まあでもプロ野球として本当にコンマ何秒をね争う、うん、でまあ仕事に対しての熱い思い、はい、まあ、そういうのが伝わったゲームとして、うん、まあ、素晴らしいゲームだったんじゃないかなっていうふうには思うけどね。そうですね、はい、まあ、ただ本当に怪我人が出なくてよかったのと、まあそうだね、はい、あとなんかルールを改めて知るきっかけというか、はい、こういう議論が湧くことっていうのは決して悪いことではないと思うので、やっぱりプロ野球のね、うん、応援してくれてる、はい、見てくださってる人たちが熱くなる、はい、そういうプレーであったという、はい、でもそれはまあ素晴らしいことだったということだよね。そうですね、はい、はい。